埼玉県立川越南高等学校は、埼玉県川越市南大塚一丁目にある、公立高等学校。学校選択問題実施校。戦後の人口増加に伴い高等学校、進学希望者も増加し、川越市内在住者も、近隣の坂戸市、東松山市、朝霞市、狭山市等に通学せざるを得ない状況となったため、市や市教育委員会、 PTA 連合会等が1972年頃から数度にわたる陳情や請願が行われた結果、1974年埼玉県議会をいて川越市内で県立高校の新設が可決され建設された。この学校は生徒会による学校行事も活発である。2013年実施の行事は以下の通り、体育系では陸上競技、サッカー、 男女バスケットボール、ソフトテニスが競合校として知られ、ダンスも全国レベルの大会に出場している。また文化系では吹奏楽が吹奏楽コンクールで西関東代表として複数回東日本大会に出場。また埼玉県代表として全国高校総合文化祭に出場するなど大変盛んである。近年、新聞、 放送部が県で上位を獲得するようになった。2018年度活動中の部活動、同好会は以下の通り、大学、短大への進学が9割近くである。現役進学率が極めて高いのが特徴。主な進学先に大東亜帝国、人をこません、熊町、総慶上地、埼玉大学などが挙げられる。 平成24年3月卒業生の進路結果4年生、大学289名短期大学13名、専門学校32名公務員、就職10名浪人21名。ありがとうございます。